下川チャンネル。はい、こんにちは、下川チャンネルの川です。ということで本日はこちら GP7S 限定ホビーステーションイオンモール京都店さん3000くじ1個4枚入りという GP オリパをね、本日は購入してまいりました。で、早速当たり一覧の方はラストドロー賞は届かず、当たる可能性のあるものがエメラルーダのプロモ、フェアリーライフの初期プロモ、オニカマスの CS プロモ、ラグナルクザクロックの CS プロモ、ビルヘルム、サイバーダイスベガスの CS プロモ、ニコルボーラス4枚セット、ゴクガロイザー4枚セット、ガイオシン4枚セット、オブザ085 4枚セットなど、その他有料カードも多数入っているとのことです。という3000円くじを4パック1万2000円分購入してまいりました。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。では1パック目。いやー、 GP オリパー半年ぶりですね。 GP セブンスオリパー実力はいかに。だいぶ青、初手だいぶ青か。まあいいでしょう。では2枚目がこちら。え、マジか、これマジか。 GP オリパー1パック目にしてまずエメラルーダのビクトリーロードのプロモです。当たり一覧にありましたね。マジか、いい流れですねこれは。じゃあ無限と残りは外れかな、チャルメイジン。はい、まあエメラルーダなんで残りはね、よく外れに入ってるキラカードですね。ということで1パック目エメラルーダのプロモ、今回のね2ブロック構築の大会では使えませんが、次回の GP8 ではねこちらのエメラルーダ使えますよ。ありがとうございます。まあ、やっぱ縦埋め能力強いですよね。しかもエメラルーダブロッカーでもある、しかも自身も殴れる、いや強い。ということで2パック目、おー天命、いいですね、相性のいいカードが出てきましたね。そしてさらに、おー天命からの残り2枚で、おー天命、なるほど。じゃあこれは4枚セットですね。なんかすごいな、うちのチャンネル天命4枚セットよく見るな。 GP オリパでも引きましたね。今回の大会ではそこまで使われてなかったのかな。まあけどね、クリーチャー面も強いですし、下のね呪文面のこの除去能力、シールドに除去できるっていうのはかなり強いですよね。ということで3パック目いきましょう。いやー、今のところ GP オリパの実力発揮されてますね。ということでこちら、画用心。お、画用心って確か当たり一覧にありましたよね。ですよね、これ多分4枚セットじゃないかな。ですよね、ありがとうございます。ということでジョーカーズのドローソースといえば画用心の4枚セットですね。まあ今回の大会ではね、ジョーカーズあんまり結果残せなかったですけど、まあそれでもね、弱いとは言えない、やっぱり強いジョーカーズなんでね、次回の GP8 の2ブロックの方だったり電動構築の方で結果出すんじゃないですかね。ということでラストパック、いや今のところすごいですね。一つ3000とはいえ、エメラルーダに天命4枚セット、画用心4枚セット負けてないですよ。ということでラストお願いします。おー、ガシュラバットと下がブラッドレッドアンガーですね。ツインパクトカード、最新のカードですね。ギラメシアとキラックスのねパックですね。そういえばギラメシア、おー、バット2枚、ギラメシアが優勝しましたね。いやー強かった、あれはすごいですよね。良ければね、皆さんも GP7S のアーカイブあるので見てみたらいかがでしょうか。ということで残り2枚、おー、ガシュラバット、なるほど。じゃあまた4枚セットか、ガシュラバット。これはどうなんだろう、3000円、これからねいろんな使い道が出てくるかもしれないガシュラバットなんで、期待値を込めて悪くはないんではないでしょうか。はい、ということで今回 GP7S 限定ホビステさんの3000円くじ4パック1万2000分開封した結果こちらとなりました。いやー、今回の GP オリパすごいですね。1パック目からエメラルーダのプロも出てきましたね。まあ、いつもね GP オリパ名前だけで中身全然じゃないかってね言う声多々あるんですけど、今回の GP オリパめちゃくちゃいいかもしれませんね。ということでね、 GP オリパまだまだ購入しておりますので、明日以降もね GP オリパご期待いただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。